ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今日はですね、グループダンジョンに、関して、皆さんにね、ご紹介していけたらなと、思っております。グループダンジョン、ソロでね、挑むのにはちょっと、厳しいと。まあ、なので、4人で、プレイヤーさんでね、4人でグループを組んで、まあ、挑んでいく、まあ、コンテンツに、まあ、なっていますよということなんで、まあ、そうですね、他のプレイヤーさんがいますんで、まあ、自分の役割、ね、立ち回り、あとそこでね、まあ、なんだろう、グループに貢献できるように、しっかりね、準備をしていくのが、まあ、よろしいのではないかと、まあ、いうことなんで、まあ、そのあたりのね、こういうふうな準備をしていけばいいよと、いうのが分かりやすく、皆さんにね、伝わればなと思って、動画を作ろうかと思っております。まず、そうですね、今日ご紹介するのはですね、まあ、グループダンジョンっていうのは、まあ、ノーマル、ベテラン、まあ、この2種類あるんですけど、で、今回ね、まあ、ご紹介するのは、まあ、そのベテラン、ね、難易度の高い方ではなくて、まずは、グループダンジョンというものがどんなものかと、まあ、いうことに、まあね、早いうちから触れていただくということで、まあ、ノーマルダンジョンのちょっと、ね、ご紹介をさせていただこうかなと思っております。でですね、まあ、各、ロールというものがありまして、アクティビティ検索かな、これね、グループロール、ご覧いただけるように3種類ありますね。タンク、まあ、治癒士、ダメージと。敵からのダメージを吸収し、味方への攻撃を防ぐ。で、治癒士、回復して味方を守り、戦闘中を通して、生存させると。で、ダメージ、脅威を及ぼす敵にダメージを与えることに集中すると。まあ、この3種の役割で構成されています。で、タンク1人、ヒーラー1人、ダメージ2人という構成で、の4人でね、いくわけなんですけども、このね、まあ、役割を今日ちょっとね、解説していこうかなと思っております。で、まずタンクに関して、準備ですね。ノーマルグループダンジョンを、皆さんにご紹介するにあたって、タンクという役割、あんまりそうですね、ガチガチにですね、防御力を上げて、ね、まあ、相手からね、まあ、敵視を奪う、まあ、タウントスキルというんですけども、まあ、挑発するスキルですね。こちらですね、ランサック、ね、ランサックは確か、これね、なんとか光の変異。なんて読むんだろうね、これね。まだわからないですよ、俺。これの変異です。どこに書いてある？これだね。正確無比な突きを敵に繰り出し、3149物理ダメージを与えて15秒の間、ね、15秒の間、自分を攻撃するように敵を挑発する。これが大事なんです、このスキル。まあ、こういうスキルを、まあ、敵にね、与えて、まあ、自分に、ターゲットを向けると。いうのを、まあ、やっていただくというのが、まあ、タンクの役割ですね。他にはですね、アンドンテッドの、内なる炎。これ、マジカなんで、マジカのタンクなんかやってる人は、こっちの方がいいかもしれないですね。敵の心に憎悪の炎を、灯し、2330魔法ダメージを与え、15秒の間、挑発して攻撃する。まあ、大体は15秒ってことだね。あとはですね、氷の杖。今、この子はちょっと杖持たせてないんであれですけれども、氷の杖の、パッシブスキルの方に、重攻撃、
を、完全にチャージした重攻撃を相手に与えると15秒の間挑発をね、与えられると、まあ、いうパッシブスキルがございますんで、氷の杖使いたいって人はここ注意してほしいところです。そこのスキルに振らないっていうように、していくといいかもしれないですね。そうしないとね、例えばね、役割がね、ダメージの、これじゃない、ね、ダメージでね、まあ、自分にターゲットが向くのがあんまりよろしくないと。攻撃に特化してるから防御面がね、まあ、手薄になってくると、まあ、いうのが、まあ、ダメージの役割の、まあ、一般的なところなんで、自分にダメ、ターゲットが向くのがあんまりよろしくないんですよね。タンクさんが持っててほしいところなんで、まあ、なのでね、氷の杖使うんであれば、そのあたりのパッシブスキルに振らないようにしていかないと、まあ、重攻撃をね、重攻撃っていうのは、リソースの回復に、だいぶ重要な、ものなんで、まあ、使わざるを得ないところあるんで、まあ、なので、そのあたりのスキル、ね、振るか振らないか、よく注意して、スキルの方を、ね、配分してください。というわけでしてね、まあ、装備の方、あんまりね、装備だったりとかね、まあ、準備にあんまりね、その、なんだろう、ノーマルダンジョンであれば、そんなにしっかりしていく必要、実はないんです。まあ、普通にね、まあ、冒険していけるね、まあ、なんだろうな、まあ、支度があればいいかなと、まあ、思ってる。とりあえず役割として、役割しっかり、やってた方がいいかなと思うんですけども、準備をそこまでしっかりするかっていうと、まあ、そうでもない。まあ、これだけやってほしいのはですね、食事。食事必ず食べてください。まあ、なんでしょうね、始めたばっかりの人であれば、例えばですよ、このね、クラウン栄養強化食。このあたり多分ね、まあ、ちょいちょいもらってると思うんです。で、まあ、これがなければ、まあ、まあ、各町のですね、まあ、宿屋、っていうか、まあ、酒場ですね。会えて嬉しいよ。腹が減ってる。どこにあるかな。まあ、ご覧の通りね、ここでも買えます。これでもいいのかな。なんかそんな気がしてきたな。 まあ、ここで、まあ、体力をね、あげる食事。ちょっとお金全然ねえな。 この子お金全然ねえな。まあ、体力上がるね、食事を、まあ、買って、で、これをちょっと食べてみましょうか。どれだ、スロット可能アイテムだな。これね、ニンニクと牛肉の炒め物を食べたい。まあ、そうすると、まあ、低レベルのボーナスっていうのもありますけど、今2万5000ほどね、まあ、体力上がりましたね。2万5000ほどじゃん。最大体力値が、まあ、2万5000ほどになったよと。まあ、これで多分十分かなと。まあ、贅沢言ったらやっぱりね、スタミナビルドであればスタミナね、マジカビルドであればマジカの方も、上がる食事はまあ食べてほしいんですけれども、まあ、ちょっと贅沢かと。まあ、とりあえずね、何も、食事に関して、ね、調理に関して、ね、スキルがないとか、レシピがまだ揃ってないという段階であれば、まあ、今みたいに宿屋で、まあ、体力が上がる食事だけ食べとけばいいかな。最低限ね。まあ、これをまずはやっていただきたい。まずは体力をね、上がる食事を食べる。これ必須だと思ってます。まあ、敵の攻撃がね、まあ、強い、熾烈なもんですから。まあね、ヒーラーさんがね、しっかり仕事をしてても、まあ、範囲外にいたりとか、まあ、瞬間的なダメージとかが強くて、まあ、死んでしまうっていうこともあるんで、体力が低いとね。まあ、なので、この辺り、炭鉱をやる上でね、まあ、間違いなくやっていただきたいのは、食事を食べる。まあ、体力の上がる食事を食べる。ね、そして、挑発が、ついたスキルをまず持っていくと、まあ、いうところですね。あと、防御をね、する。ね、防御をガッとね、するために、まあ、盾と片手武器、の、まあ、スキルラインでいっていただきたいな。まあ、片方はね、まあ、両方する必要はありません。
もう一つはまあ DPS の出る、ね、セットなんかをまあ持っておくというのがいいのかなというところです、ね。というわけでね、まあ簡単な説明ではございますけども、これでちょっと試しに、うん、まあ行ってみましょうかと。ちょっと一つ抜けたな。自己回復するね。自分をね、まあ、これは別動画で、まあ、ご説明したと思うんですけども、うん、まあ、自己回復をするね、術っていうのも必須です。このゲーム、うん。ヒーラーさんが回復してくれるからいらねえだろ。それはちょっと違う。うん、というわけで、じゃあ、この、準備で行ってみましょうか。まあ、私のキャラクターちょっとチャンピオンポイントとか振られてるんで、全く同じ参考になるかというと、そんなことはないんですけどもね。こんな感じの支度していけば、こんな風にね、やれるぞっていう風にはね、あまり思わずに。とりあえず、この準備だけしとけば、まあ、いけるよとね。私の、多分今この後見せるであろう、タンクとしてのね、まあ、立ち回りなんかをね、見せるために、ちょっとグループダンジョン行くんですけれども、うん、まあ、同じように行くかというと、まあ、そういかないよと、まあ、いうことだけはちょっと念頭に置いていただきたい。うん、まあ、とにかく、行きましょう。ダンジョン検索。まあ、ランダムダンジョンでいいかな。うん、ノーマルダンジョン。ノーマルランダムダンジョン。まあ、タンクなんですぐね。お誘い来ますよと。うん、はい。フンガル洞窟だね。はい。ちょっと待ってね。放送用にして。グループにしてハローと、うん、あ、ちょっと待って、カメラ位置が悪い。設定カメラ、はい。さて、じゃあ行きましょうか。まずは、敵の、うん、ターゲットを、まあ、取っていく。燃やせ、こんなとこでしょう。まあね、前半の、まあ、雑魚相当パートはあんまりね、なんだろう、敵のね、ターゲットを取るというよりも自分も DPS として参加する方がいいです。で、中ボス、うん、中ボスは必ず自分がターゲットを取ってあげてください。ちょっと強めなんで。中ボスに関してはね、あんまり他の雑魚までっていうのは考えなくていいと思う。ノーマルダンジョンであれば、うん、まあ、ボスのターゲットだけ取ってあげていればいいと思う。そして、あまりうろちょろしない、これ大事です。治癒士、治癒士に治癒させないのもタンクの仕事。仲間にちょっと攻撃いってるなと思ったらターゲットしっかり取ってあげます。
よし、渦在続称。渦在続称の強攻撃必ずカード。それにね、今のに仲間をこう巻き込まないように戦うっていうのがいい。ガード。ガード。はい。ガード、ガードしとこないと。スタミナ維持してくださいね。スタミナがないとガードが効かないんで。よし、オッケー。あ、アイテムいっぱいだ。ちょっと待って、みんなごめん。ヌジー、ヌジーを呼ばせてくれ。うん、こんなところでいいでしょ。はい。クエストやってること言ったんだね。よかったよかった。ゴブリンをゴブリンの族長を倒して自分たちが族長になったのでゴブリンたちはついていきます。今はもうゴブリンは敵じゃない。でここからドゥルーとの戦いですね。燃え上がらせろ。今度はもう燃え上がらせてください。はい、そいつはいいね。よしよし、てないか、大丈夫か。それじゃいいぞ、ほっといてくれ。よっ、ガーディアンがちょっと邪魔なんだよ。よし、ここから中ボス、こいつを、食べましょう。やりちゃんちゃん、はい、ありがとう。ギラちゃんとやってくれるね。ありがてえ。来るぞ。よし、OK。 まあちょっとでもタンクとしての仕事をちょっとやりすぎてます。うん、皆さんにまあ見せるために。基本的にはもう DPS とあんまり変わらない戦い方でも全然いいと思う。ノーマルダンジョンであればね。よっ、そしてフンガル洞窟のボス。はい、ターゲット、ちょっとゆっくりやるよ。俺的に
ガード、これ本当は避けてください。私もガードしちゃったけど、スタミナがガードしがちなんで切りやすいんですよ。スキルもあるしね、まあ、なので重攻撃必ず、はい、やべ、やってたら重攻撃必ず入れてください。重攻撃の合間にスキルぐらいでもいいんじゃないかなと思って。ガードね、ちょっと痛いでしょ。あ、ヒーラーか。あれ一人いない。来たかな。来たね。ガード、あ、ガード、ガード、はい、ナイス、レベルも分かった、ありがとう。とまあこんな感じでございます。国団の統計にかけた。サンキューフォーグループ。これよ、祠を見つけたわ。ちょっとレベル上げさせて、はい、うん、なんか触れる。防御姿勢欲しいな。まあでもちょっと今入れる場所なんだ。防御姿勢ってまあ今必要かっていうとそんなことないと思ってないけど、とまあタンクとしての立ち回りはこんな感じですね。まあボスのターゲットまず取ってやる、ノーマルダンジョンであってもね、うん、まあそれ以外はもうほとんど DPS と同じ戦い方してくれていいと思います、うん、まあダメージ優先のね、あんまり防御優先じゃなくていいのかな、うん、まあとにかく食事を食べてね、まあ2万以上の体力があれば、うん、まあ問題ないんじゃないですかね、ノーマルダンジョンであればね、うん、とまあこんな感じでございますね、うん、タンクどうでしたでしょうか。なかなかやりがいがある面白いね、まあ、クラスではある、クラスじゃねえな、ロール。まあこれガード盾を持ってるとね、ガードにだいぶボーナスがあるので、まあこれは片手、これね、うん、片手武器と盾の、まあ、パッシブスキルにもね、防御の消費も下がるね、まあ、防御できるダメージ量が上がる、うん、まあ投射物だから遠隔攻撃のガードをした時のダメージ量もちょっと上がるし、うん、こんな感じだね。まあだから何かと盾を持ってれば、うん、まあタンクをやる上では何かと有利な局面だいぶ増えるんで、うん、まあガードしやすいね、敵の攻撃を受けやすい、うん、なので必ずまあタンクであればまあ盾とね、片手武器のスキルライン必ず一つ入れといて、まあいただくのがいいかなと思います。あとなんだろう、あとなんか言っていうこと、うん、まあ重装鎧できれば重装鎧の方がいいんですけど、私今実は中装鎧です、うん、まあ、中装の鎧でもね、うん、まあノーマルダンジョンであれば、うん、まあでもちょいちょい重装入れてるな。重装3つ入れた、あ結構入ってたわ、重装入ってた、ごめん重装3の重装4だ、うん、これ多分スキルを上げる目的で多分この組み合わせにしてる、うん、まあ重装重装どっちもね将来的に着せていきたいんで、うん、まあ重装5つ重装スキルのまあボーナスはちょっと無視して今着せてる感じだね。まあ、こんな感じでしょうか。さてじゃあ出ましょう。はい、というわけでじゃあ次はヒーラーの方、治癒士ですね、治癒士の方をやっていきましょう。治癒士はもう
簡単です。簡単って言うと、治癒士しっかりやってる人に失礼かもしれないですけど。まあ、ノーマルのダンジョン、ね、序盤であれば、まあ、このね、回復杖、うん、まあ、回復杖、皆さん、ヒーラーやるんであれば必ず持ってると思うんですけど、ね、うん、まあ、氷の杖ですね、片方は。うん、まあ、回復の杖、うん、必ず1本持っていてください。うん、で、それでですね、スキル、こちらね、回復の杖のスキル、どこだ？これだ。うん、マスヒーリングというスキル、うん。一番最初に覚えるやつだね。回復の杖やれば。うん、で、次、再生、うん。この2つさえあれば、もうノーマルダンジョンであれば、まあ、なんとかなります、うん。なので、まあ、食事、ね、先ほどタンクでも申し上げた通り、食事、まあ、できれば2万超える体力が欲しいかな。うん、ちょっと不十分ですけど。うん、ヒーラーもね、やっぱりね、熾烈な攻撃があってね、まあ、パーティーが疲弊しているときに、ね、あんまり早々に死んでしまうと、うん、それこそね、まあ、仲間を回復する術がね、失われてしまう、うん、っていうところがあるんで、まあ、必ず生き残るっていうのが大事なところなんで、うん、まあ、シールド、うん、シールドスキルかなんかあったらいいかな、うん、あんまり体力に自信がない人は。まあでも2万超えてればまあ問題ないかなと思うね。2万超えるような食事をまあ取ってね、うん、取るようにして、うん、取るようにしていうか取るような取れるように取れるようにというか、まあ2万超える準備をしていただいて、まあ例えばね、このキャラクターのね、うん、この割合ね、私はもうマジガン全部振っちゃってますけども、これは体力にいくつか振るね、もしくはまあ装備につけているね、不自由、うん、の効果をまあ体力に差し替える、まあ、アジカに特化してんな、なんか知らんけど。うん、まあ、それでですね、まあ、2万から2万5千ぐらいの間は欲しいですかね。うん、ヒーラーであれば。うん、ちょっと私、ちょっと不十分なまま、ちょっとね、この後、立ち回りの方行きますけれども。うん、できればね、そのあたり、まあ、超えてると、まあ、安心できるかなと。うん、まあ、いうところではないでしょうか。うん、というわけで、じゃあ、まあ、ヒーラーに関してね、お伝えするべきは、うん、まあ、それぐらいですかね。うん、まあ、回復杖を持っていくと、ね。で、マスヒーリング再生必ず入れていくと。うん、そのあたりの準備があれば、まあ、そんな難しく考えることなく、ね、挑んでいいんじゃないかなと、うん、思います。早速行きましょうか。はい、治癒士も早い。ちょっとあんまり治癒士以外の仕事はしないようにしていこうかな。よし、また放送よりも。ハロー、必ずご挨拶してから行きましょう。お、なんかクエストやりますか。はい、多分今話してるだろうから、ちょっと待ちましょう。砦は強固な霜が覆い、長い間放置されていた。現地の者たちは呪われているとも言う。簡単です。このマスヒーリングを取り戻したい。良くないことが起こった時のためにカタリーシを見ている。私の話を残すためにな。まあ、戦闘地域にこう巻いてやって再生を配っていく。再生はオートでかかってない仲間にかけてくれます。今のところパーティーのヒーリングは私が 100%、 みんなの体力は私が、ね、回復してますよ。わかりますね。はい、はい、どうぞ。
弾投げてるのはね、これ弾をね、あのシナジーであの仲間がね使うと、マジカスタミナ、減ってる方が確か回復するのかな。まあそういうことなんで、仲間のリソースを回復してやるというのも、まあ、ヒーラーさんとして大事な役割になってくるんで、まあ、体力だけじゃねえよと回復するのは。まあでも序盤は別にそんな関係ないです。あんま関係なくていい。体力だけを回復してやってたらまあ問題ないですよ。先行っちゃうの？どんどん行っちゃうね。どうぞどうぞ。どんどん行っちゃってください。回復しますよ。だけどさ、いいんだけどさ、バラバラなんだよな、みんな。はい、やってるね、違います。あんまりこういうやり方は真似しないでください。どんどん先に行っちゃう、敵を無視してどんどん先行っちゃうっていうのはあんまりやらないでください。仲間内で分かっている仲間内でやるのはいいんですけど、グループダンジョンにこうマッチングしてあんまり知らない人と、ね、やる場合、これはやらないでほしい。オッケー。クエストやってるんだったら、これがウィンドヘルムで読んだダイヤフロストの炎だ。伝説によるとその炎を灯せば私は先祖と交信できるらしい。ここで何があったか知りたい。極力でもマスヒーリングと再生しか今使わないようにはやってますけども、それで十分だっていうことをちょっと皆さんにねお知らせしたいところがある。ちょっとロータスブロスも入れちゃったの癖で。Can you put なんちゃらかんちゃら、感圧板を押してくれよって言ってんのかな。もう先あるから。基本的にはね、私の考えですけど、これタンクがね、行ってみたらね、どのターゲットと、ね、相対するかというのはタンクが決めるようなもんだと思ってるんで、私の中でですよ。まあ、なので DPS も勝手にうろちょろしない、ヒーラーもね、タンクをよく見といて、タンクがどこに行ってるのか、タンクがどこに向かって行ってるのかってちゃんと見ててほしい。ここには何もなかった。墓地への門は閉じられている。でタンクとヒーラーがいるところに、おそらく2枚の圧力板によって、うん、そして私には仲間がいない。松明がなければ炎も灯せない。残念だがまた出直す。まだ頂上を探索しなければならない。まあ、タンクとヒーラーがいるところにいれば、まあ、DPS は基本的にはそこまでピンチになることないかなと思うんで、回復してもらえるしね、まあ、危険があればターゲット取ってもらったりできるんで、まあ、DPS 単体であんまりうろちょろするんであればだよ、まあ、その支度はしっかりしようと。勝手なことするんだったら勝手なことができる支度はしてくれると。それもできないままにちょっとうろちょろしたりするのはあんまりよろしくないですよね。
まあそれにしてはちょっと先を急ぎすぎているな、このタンクさんは。あんまりタンクさんじゃなさそうだけどね、 DPS って感じだけどね。タウント取ってる感じでもないし、まあでもこれでいいとは思うんですよ、ノーマルダンジョンって、うん、効率重視でいいのかなと思います。松明取ったのかな、それにしても。あ、取ってるね、よかった。火をつけるべきではなかったのだ。あいつがまた新しい奴隷をいたぶるだろう。自由になれた。でもアイスリーチの老婆はまだ死んでいない。八大神に誓ってついに自由の身だ。ちょっと待って、余計だな、チョークソーンが仕事しちゃう。あ、セット始まった。どっち行った？完全に無視していっちゃってるね。これでいいんですけど、あの真似はしないでほしいな。仲間と協力し合っていく大事に遊んでほしい、私の個人的な、願望だけど。チョークソーン今外すから、あ、始まっちゃってダメか。マスヒーリングと再生だけでやりたいんだよね。大丈夫だね、もう一人いるからちょっと待とうか。多分見たい人なんだろうね、うん、変異の霧は思ったより効果を発揮していた。あれがなければ最後の扉を通り抜けることはできなかっただろう。お前たちの凍りついた魂はこの地で永遠に苦しむでしょう。私もうこれよ、もうボスに重攻撃の後にマスヒーリングっていうのずっと続けてればいい。
簡単でしたね。勝ったわけじゃない、はい、スカイリムの端くらいに冷え切ってるぞ。まあこんな感じですよ、うん、まあだからとにかくマスヒーリングとね、まあ、再生でね仲間をまあこうなんでしょうね、一気に回復するんではなくてこれじわじわ回復するタイプの回復魔法なんですよ。まあなので、うん、これはまあね適度に撒いていれば、うん、まあ早々ノーマルダンジョンであれば死ぬことはないかなと仲間がね、うん、八大神よお前には、はい、そういうとまあヒーラー、まあ、治癒士はこんな感じです。あんまり難しくないでしょう。意外とね重責っていうイメージがあるから、うん、なかなかねここからっていう人いないとは思うんですけど、このね回復通電のね、まあ、最初とね2番目のスキルさえあれば、まあ、十分まあ治癒士としてノーマルダンジョンではやっていきますよと、まあ、いうことです。はい、というわけで、続きましてダメージ、DPS ですね、もうこのクラスはもうクラスじゃないロールはまあ至ってシンプルです。死なないね、死なないでね暴れるだけあんまりねグループに対してこれをやんなきゃダメっていう束縛がないというか、まあ、自由に、うん、ね自分がまあ思う様に戦えるっていうところでは、うん、まあ人気の、うん、まあなので、まあ、大体のプレイヤーさんは DPS まあダメージをやっている方が多いです。うん、まあ、分かります私もそれはね、うん、なのでまあそうですね、攻撃をまあ追い求めるあまりね、まあタンクさんとかヒーラーさんのね庇護のもと、うん、まあ、戦うのがベストなんですけども、まあちょっと、まあ、離れたりね範囲から離れてみたりとか、うん、まあしたりしがちなんで、うん、まあとにかくまあ死にやすいんですよ。タンクとヒーラーと比べるとね。うん、まあ、なので自分を回復するすべっていうのはすごく大事で、DPS っていうのは。まあもちろん DPS を出すのが大事なんですけど、ダメージをね。うん、まあそれを出すために死なないっていうのも大事で。うん、必ず体力を回復するすべ、ね、自分を、ね、回復するすべっていうのは必ず持ち合わせてグループダンジョンに挑んでいただきたいなと。いうところですね。まあ、食事食べたら、スタミナと、まあ私のこのキャラクターはスタミナと、うん、まあ、体力上がる食事持ってたんで、ちょっと食べさせましたけども、どちらかをまあ選べと言われたら、まあ、体力をまあ選択してください。死なないっていうのはまず大事ですよ。うん、これだね、食べてたの、うん。最大体力、最大スタミナ、まあ、5000近く上げるよと。でですね、これはですね、DPS であれば、スタミナを結構限界まで使いますんで、ガードする必要がないと。必要がないわけじゃないんだけど、タンクほどね、うん。まあ、敵のね、重攻撃をガードしてかわすみたいな必要もないんで、うん。まあ、スタミナをね、まあ、DPS につぎ込めると、うん。いうわけなんで、まあ、結構空になりやすいんで、スタミナを回復する薬なんかを持っていくのが、いいかなと思います。まあ拾ったスタミナの薬で全然、うん、間に合うと思うんで、うん、まあそれでいいかなという感じですかね、うん、で今ちょっとダンジョンの申請してるんですけども、ちょっと DPS はねこの後時間かかってしまう、うん、まあ人口が多いっていうのがありますからね、 DPS の、うん、ちょっと待ちましょうかね。ちょっとその間に私のこのキャラクターの説明でもさせていただきましょうか。まあこのキャラクターまあ、見た感じわかるかな、レッドガード、うん、まあ、レッドガードのキャラクターは唯一このアラダさんだけですね。レッドガードってねこうスタミナの近接ビルドにすごくいいスキルを持ってますね、うん、レッドガードスキルね、うん、旅人、まあ、経験値が 15% 増加するね、旅物による効果の持続時間が15分延長される、これいいね、うん、武器のアビリティコストを 8% 減少させる、これもありがたい。自身が受けている減速の効果を 15% 減少させる、これもありがたい。コンディション、最大スタミナ値が2000増加する、これはスタミナビルドであればありがたいね、うん、
エアドレナリンラッシュ、直接ダメージを与えるとスタミナに950回復する。この効果5秒ごとに活動すると、まあ、そこまでしっかり回復してくれるかっていうとそうでないんだけど、まあ、あるなしではだいぶ差出てくるかなっていう感じですね。うん、やっぱいいね、レッドガードはね。で、レッドガードの、盗賊を、やらせたいというキャラクターですね。まあ、なので、ナイトブレード。そして、二刀流。で、裏がね、弓術と。まあ、わかりやすい盗賊ですね。シーフという感じでしょうか。まあ、中層鎧を装備させ。まあ、盗賊ギルドのスキルとか、盗みのスキルとか、どこだ盗み、これか泥棒、まだフルじゃないのか、これ、あの、泥棒のスキルどんどん上げてって、この錠前屋っていうのをね、あの、どんどん上げていっていただきたい。これ、宝箱を開けるときに、まあ、あの、鍵を壊すみたいな選択肢あると思うんだけど、それの確率がね、結構跳ね上がりますんで、これ上げとくとね、あの、わざわざシリンダーをね、まあ、調整して、まあ、鍵を開けるみたいなことを、最終的にはしなくても、あの、まあ、そうですね、結構な確率で宝箱をポーンと開けることができるようになると。これいいですよ、だから。あと、じゃあ、ちょっと装備の説明とかしていきましょうか。装備、結構、あの、DPS であれば大事だからね。まあ、ちょっと、あのこんな装備をあの序盤で手に入れられないんで参考にならないですけど、ちょっと近接の DPS としてちょっと面白い装備だなと思うんでちょっと紹介させてください。レレクエン、これはあれですね、あのクラウドレスト、サマーセットのクラウドレストというレイドダンジョンで、まあ12人だったかな、の、まあ、大人数で挑む、グループダンジョンじゃない、レイドダンジョンがあるんですけど、そこの報酬ですね。2セットで武器クリティカル、3セットで、殺戮弱を常に獲得し、ダンジョンとアリーナのモンスターに対するダメージを 5% 増加させる、で。4セットで武器クリティカル、5セットで軽攻撃と重攻撃が標的に有害な風の累積を5秒の間与える。有害な風はスタックに応じて250物理ダメージを1秒ごとに与えると。これが最大で20まで累積するよと。つまり5000、1秒ごとに与えられることになるか。最大スタックがあればね。ただその最大スタックを維持するのがなかなか難しいところではあると思うんで。まあでもいい装備じゃないかなと思ってるんで装備してます。で、もう一つ。これはあれだね、モンスターマスクセット。クラグ、ね、クラグセット。一世を風靡しましたね、クラグの。スタミナビルドの近接はこれがいいぞと。物理貫通とダメージを与えると 10% の確率でドゥルーの足を生み出して目の前にショックウェーブを起こして1687の物理ダメージを 0.4 秒ごとに 1.2 秒の間与えると。つまり3回発動するんですかね。まあ、ですから、まあ、4000、5000近いかな。5000近いダメージを、まあ、1.2 秒の間に、与えてくれると。まあ、3秒ごとに発動するということなんでね。あの、結構、頻繁に発動してくれます。うまくいけばね。まあ、なので、結構強いぞと。まあ、いうことなんで、まあ、モンスターマスクセット取りに行ける、まあ、チャンピオンポイントになってきたら、この辺りちょっと狙ってみてもいいかなと。とっつきやすいと思います。で、ブライアハート。武器クリティカル、最大スタミナ、武器クリティカルね。敵にクリティカルダメージを与えると 25% の確率で武器ダメージを435、10秒の間増加させる。この効果が発動している間、クリティカル攻撃で体力を365回復する。この効果は15秒ごとに発動すると。体力が365回復するのは15秒に1回なのかな？違うな。これは、15秒ごとに、だから、10秒の間増加する、武器ダメージの増加、が発動している間は、クリティカル攻撃が、まあ、365、体力を回復してくれるということですね。ちょっとした、あれだね、ソーサラーのサージみたいな効果が、
あるセットですね。これは確かね、あのクラグローン、クラグローンじゃねえや、オルシニウムだ。オルシニウムで手に入る、エリアのドロップ装備ですね。これもちょっと頑張ればこう、揃っていくと思うんで、ムンダスストーンの。こんなところでしょうか。ちょっと簡単に手に入る装備ではないとは思います。ただまあ、将来的にね、ちょっと頑張って、目指していくにはいいかもしれないですね。あと、スキルの説明していきましょうか。表側、二刀流の方ですね。引き裂き切り。これはドットダメージのやつですね、基本的にはね。まあ、だから、一番最初に与えたい感じですね。で、連続打撃。ね、チャネリング 0.6 秒の間。まあ、だから探検をで敵をまあブスブス突き刺すと5回連続で。まあ、それぞれ1231物理ダメージ。で、命中するごとにダメージが 3% 増加して、最後の攻撃は 300%。まあ、だから1231の 300% だから、3000と600、なんだ、93が当たると、いうとこですね。で、旋風切り。これは範囲攻撃ですね。行ってみたらね。まあ、体を激しく回転させ、近くの敵に6425物理ダメージを与える。最大 100% の追加ダメージを体力が 50% 以下に低下している敵に対して与えるよと。まあ、だからこれ、最終的にはとどめ、敵にとどめを刺す、そう、あのスキルとしてもなかなか有効になってくると。まあ、死にかけの敵に対しては多分 100% の追加ダメージになってくるんで、まあ、1万2000ぐらいのダメージが見込めるよと。これ、なかなかの技ですよね。まあ、ステルス暗殺、これはもう、あの、あれだね、あの、戦士ギルドのスキルの、まあ、クリティカルをスロットに、まあ、装備していれば、まあ、上げてくれるという、これ、ありがたい。で、これ、最近、追加されたんだろうね。敵の側面からのクリティカル攻撃に、強戦士が5秒与えられて、攻撃ダメージが 8% 増加する。だから、これを入れてるんであればですよ、敵の側面から攻撃するのが望ましいというところだね。なるほど。これもう入れてるだけでいい装備スキルなんで、これあの発動させるとあのスタミナ効率が悪いんですごい、これは発動させないようにしていく、入れてるだけで、裏側、裏側弓ですね。まあね、人気の毒注入、そして終わりなき観光で、まあ鉄菱入れておいて、範囲攻撃はこの辺りね。まあ鉄菱、終わりなき観光、鉄菱をあの敵の集団にバッて巻いたら突っ込んで、まあ、旋風切りをね、ぐるぐる回している。まあ、そんな戦い方じゃないでしょうか。ね、まあ、吸血攻撃、これを常に入れとく。まあ、20秒ごとに1回入れとけば、ね、自分がね、軽攻撃、重攻撃をするたびに体力とスタミナが回復するよと。これありがたいんで、これ使っていってください。必ず、ナイトブレードであればね。で、まあ、あとは自己回復能力。あとは、そうだな、アルティメットバリスタ。まあ、弓を入れていればバリスタが人気だったんだけど、最近はそうでもないみたいだね。で、二刀流の方は、もう武器のアルティメットを入れてますね。私、この混沌の苦悶が好きなんでね。これを大体入れてます。あの、二刀流であればね。らしい技なんですよ、すごい。あ、来た。さあ、じゃあ早速行きましょうか。よし、来た。ムーングレイブ。ちょっと俺やったことないですね、なんなら。いけるのかな。初めてですね、ムーングレイブ。あ、ちょっと待って、途中からだな。なんかない？あのワープポイントみたいな。こっちから行くのか。ちょっと待って、返事しとこう。ハロー。
これダウンロードコンテンツのダンジョンなんで、多分ノーマルとはいえそこそこの難易度です。あれ？これ何？それぞれやんなきゃダメなの？開いてないけど。でね、だいたい DPS っていうのはやってほしいのはね、雑魚の相当ね、これをやってほしい。雑魚が湧いたら雑魚を倒すっていうのをやっていただきたい。おい、といとい、倒せたね。よし、ギミックも何も分かんないのいきなりこんなとこかよ。参考動画だっつうの。ちょっともしかしたらもう一回他のところ行くかもしれないです。参考にならないかもしれないこれおっと、門に足止めされなかったか。音からするとお前の相手の方が大変だった。誰だお前は。あんまり DPS 出てねえな。周りが強いんだろうねきっとね。貴様は目障りなネズミではないが、獲物には違いない。血族よ、獲物を味わい。こいつはもらっておく。貴様の脈は早まる、そして止まる。大体に血を流させたくないのか。どこ行った。ああ、そういうことか、そういうことか。家畜のように引きずり回せ。貴様の血は効かんな。貴様の心臓は鼓動で破裂する。待て待て、どこに行くんだあいつ。なんかやらせちゃダメなんだろうこれ。なんかやらせちゃダメなんだろうなこれ。これどうしたらいいの。血まみれの豚め、屠殺場がお似合いだ。破滅の太鼓の音が大きくなっていないか。ストローで吸うくらいしかできまい。なんか狙われてるな。これやらせちゃダメなんでしょ多分。
あ、届かん。貴様の犠牲はただの無駄だ。よし、やれた。で、まあ、雑魚が湧いてくると大体雑魚がね、どん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 増えてって、タンクヒーラーがしんどくなってくるから、まあ、DPS は、まあ、雑魚出てきたらもう雑魚をとりあえずやってやって数を減らしてやる。ボスはもう行ってみたらじわじわだけどタンクヒーラーが削ってるんで、いずれは終わります。ここ、ここだな、ここだな。もう先行ってんのか。DPS でね、一番ってこともないけど大事なのは、結構ね、範囲攻撃っていうものに、あんまり注目する人少なくて、対単体の、まあ、ダメージを出すためにはあんまり範囲攻撃がたくさんあると、まあ、伸びていかないところあるんで、おすすめスキルみたいなやつをこう運営側が、ね、出してくれるやつあるでしょ。このスキルセットのところにね、スキルアドバイスだ、うん、これね、あんまり範囲攻撃入れてくんないの。だからね、その通りに組んでると結構グループでは、グループダンジョンではちょっとしんどい局面あるんで、範囲攻撃、ドラゴンはあの聖堂の下だ、やつの血の匂いがする、進むぞ、うん、範囲攻撃をね、育てたり入れたりしてください。大事なの。そんな、なんかずっと言っちゃうの、走り抜けられんのこれ。おお、ちょああ、座れる。お前の血は見習いの戦士に吸わせてやろう。猫など取るに足らん。降伏しろ、それとも全員を相手にするか。この者は毒気はない。なんだここ、なんかギミックありそうだけど、これがスペル石を使って噴出から守る、何か守りましょう。これか、それを入れていくんだ。なるほど、お願いします。じゃあここ
ね。面白いな。噴出から身を守りましょう。どうだ、いけたんじゃない。あ、硬い。痛い。あそこにやってかなきゃダメか。あ、そっち持ってくのね。じゃあ私はこれはどこに持ってけばいいんだ。いいのか。よし。ふぅ、ちー参考になってるこれ大丈夫。序盤のグループダンジョンの参考動画なんだけど。みんな足早いんだよな、なんか知らんけど。なんかあるぞ、ギミックが。これは？関係あるぞ。中ボスじゃねえんだ。コツガマに噛まれるよりも痛いだろ。フライハートのセットはね、こういうコンセンジのね、範囲が巻かれてるところ、これどうすんのこれ、どうしたらこれいいの。じわじわこう体力を回復してくれるのね。お前は私より強い剣士だが、いい剣士ではなかった。ふざけるな。すべてに決着がつく。帝国を再建できるんだぞ。今ここで。この茶番でお前が何になろうと、それは皇帝ではないぞ。試してみるか。お前のように惨めに生きるくらいなら、俺は剣を手に死ぬ。あ、誰かやられたよ。ためらったわね、老いぼれコウモリ。お前の手は借りん。もう時間はないわ。お仲間が来てるわよ。お前の借りはでかい。ゴーダー。ちょ、シャウト使うぞこいつ。
めさせる。あれどこ行った。引き離せると思うな。やらせん。なんか体力回復した。よし、やれた。いつももう終わった。これだけは譲れん。どうした、死んでない。あの呪われた猫よりは長生きできたな。コログランドウルフはまずい。あのバカドラゴンの方へ止めるんだ。ああ、なるほど。あいつは逃げてっちゃうから代わりに宝箱を用意してくれてんだね。なるほど。戦えば毒の周りが早まるだけだ。これなんと、これどうやったら倒せばいいの。ドラゴンいるぞ。今日は記念日だ。このドラゴンの血を飲み干せば帝国は再び完全となる。蟻の分際で世界を肩に背負おうというのか。敵討ちだ。まだいくか。サボる者の餌食になるぞ。はい、うー、危ない。まだいた。膨れ上がったダニメ、飲みすぎて破裂したか。なるほど。燃えるようだ。ゴーダー、その身がはち切れるまで炎を浴びるがいい。どこ行った。痛い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 。こいつどうやって倒すのかな。
国は途絶えてはならぬ。ドラゴンは助けられないのしてくれ。お前はこんな死に方をするべきじゃなかった。親友との涙の別れだな。まだ口が聞けるのか。お前の死だけがこの剣の収穫だ。お前たちは自由を手にするために戦い滅んだ。いい気味だ。虚無に帰れ。我が苦痛はここで終わる。だがお前の苦痛はまだ続く。死んだ。なんで死んだ。ドラゴンはでも死なないよね。今日私はまた仲間を失った。だがより多くのものを得た。お前と共に戦えて光栄だった。途中からだったけどな。これからどうする。他の戦友たちとグランドウルフ。いやいや、ネタバレになるこれ。うん、というわけでなんとかクリアできましたね。ご覧の通り、参考になりませんねこれ。もうちょっと、そうだな、まあ、一回帰るか。お、来たね。お待ちください。今ちょっと待ってね、原田さんはちょっと踊らせていたんで、ちょっと待ってね。はい。あのね、踊り子っていう設定なんで、やらせてたんです。はい。ウイルスと下水道に。はい。よし、じゃあやっていきますか。じゃあ、なんで生きているぞ。なんだって。一般人がここで一体何をしてるんだ。薬漬けにされたんだ。町からさらわれたんじゃないか。くそ、そうだな。お前はここに残って彼らを助けてやってくれ。私は仲間を連れてペリンゲールを探しに行く。よいしょ。さて、マスターペリンゲールじゃねえわ。なんだろうあれ。あっちへ行け。すべて壊すつもりか。まだ表示されてない。すみません、何が起こってるんですか。これね。待て、マスターペリンゲール。そう、マルベスだ。生きて出れると思わないことね。階段の周りを調べてみろ。これが来たら、これが来たらこれをやってあげてください。ゲートラの祭壇で。そうしないと死んでしまうんだ。死んだら DPS が起こしてやる。ヒーラーが去ってしまったな。マジか。はいはいはい。このこれはまずいぞ。
おい。まあご覧の通りです。あの回復手段がないと死ぬんですよ。おい、ちょっと待ってくれよ。いいな、いい参考動画だこれは。よし、ウェアウルフいいんですけど、ウェアウルフも回復スキルはあるんで、それ必ず入れといてくださいね。それもなしにウェアウルフになっちゃいけないと思う。どうせ来る。はい、タンクさん。手は出させない。はい。まだ出てこない。ウールガール。いいよいいよ、いい参考動画だこれは。階段で戦わないでくれるとありがてえな。何が起こってるんだ。奴らが来たぞ。ここ大事ですよ。一人もここを通すな。分かったか。ここヒーラーの能力がだいぶ騙されますよ。ちょっとスタミナをね、残し気味で戦いたい。向こうに転移したら、強回復。よし、回復。よし、ヒーラーさん分かってたな。ありがてえ。よし、あれが結構なダメージになるんでね、自己回復も合わせてあげてください。ヒーラーさんだけに頼らせるんじゃなくてね、頼らせる、ヒーラーさんだけに任せるんじゃなくて。
タンクがウェアウルフなのか。ウェアウルフね、でも面白いんですよ。気持ちがいいんですよ。終わらせてしまおう。なんかペリケールの理解してくれる。ぶつって今度は成功するかもしれない。ペリー、バレイ、お父さんだぞ。愛している。話をさせてくれ。大丈夫だ。彼らは君を助けに来ているだけだ。許してくれ。助けが必要か、エリーン。おちょろしないで、ヒーラーさん。本当に何もできない。どこ行った。出たバグ。これちょいちょいあるよね、ここ。なので出てこなくなっちゃうんです。関係ないと思うんだけど。これ一回ね、離れてね、あのエリア外に出てしまう。そうするともう一回最初からだけど、もう出てくるんで。兄弟をからかうのはやめて。あ、でも途中からだ。この挑戦を受けてみなさい。はい、だ。お前を殺しちゃいけない理由を言ってみろ。したいようにしろ。生きてる意味などない。はい、敵は FG。 とまあこんな感じでしたね。うん。
まあちょっとね、多分ね、このタンクさん、ウェアウルフの人いるでしょ、この人ね、結構あのタンクというよりも多分 DPS で入ってきてるから、あんまり全体の DPS に貢献できてない。 44.2%、多分だから DPS さんと私とタンクさんで、まあ、全体の DPS をまあ3等分している感じですかね。まあ、DPS、まあ、だからダメージが気をつけるべきことは、まあ、死なないってこと、で死んだ仲間を起こしてやるっていうことを最優先にするっていうところですね。あとやっぱりあれですね、まあ思う存分暴れると、であれですね、あの途中でも説明しましたけども、範囲攻撃、ね、範囲スキル、まあ私であればね、終わりなき感覚ですね。あとまあ鉄菱で、鉄菱これが巻かれてるところでね、この旋風、あ、なんか反応したなんだろう、エイリアンみたいな格好してるね。まあこれでなんだろうな、たくさんの敵を攻撃してやるっていうのも大事なんで、一人ずつ一匹ずつ各攻撃波もいいんですけど、まとめてダメージ与える方がDPS 効率的にはいいんで、ああいうスキルもね入れといて、グループダンジョンに挑むということをした方がいいかもしれないですね。まあ先ほども説明しましたけども、このスキルでね、スキルアドバイスでね出してくれるスキル群っていうのは、言ってみたら単体向けの、1対1でのね DPS を出す上で大事なスキルだよっていうのをだ提示してくれてるんで、あんまり範囲的なこと、今重きが置かれてない気がするんですよ。なので自分でね考えてこの通りにやるんじゃなくて、ちょっとこれ範囲攻撃として有用そうだなっていうのを、まあ、ちょいちょい入れてってことで、まあ、二刀流であればね旋風、別の派生のやつだともっと9メートルぐらい半径が、あるんで、だいぶ広い範囲で攻撃できたりします。あとはそうですね、死のクロークも入れたりしてもいいですし、まあ、休日、ね、DPS であれば多分、両手武器とね、二刀流休日あたりで、ね、物理 DPS であればやっていくと思うんで、まあ、両手武器であれば、両手武器って基本的には単体向けの、スキルセット多いんですけど、この切断ってやつね、まあ、半径7メートルの円錐、まあ、目の前の敵をまあ薙ぎ払うと、まあ、いうスキルがあったりとかですね、ありますんで、あとはそうですね、別に、ね、武器スキルに頼らず、例えばそうだな、戦士ギルドはないか。まあ鉄菱もその中だね、襲撃戦術のものだと、そんなとこかな。あと戦士ギルドのこのねアルティメットアビリティの暁の破壊者、これ結構すぐ溜まって使えるんで、その割には結構強いです。なのでこれ入れといても、これを入れといて頻繁に使ってもいいですね。私はどちらかといえばこのクモンの、混沌の苦闘か、こんなところではないでしょうか。さあじゃあ、ロール、説明してきましたけれども、タンク、治癒士、それが DPS ですね、この辺り。まあちょっとまとめますと、タンクであれば、まあ体力を、でかい攻撃を受けても、一発で死なない程度の体力、まあ2万5000ぐらいあれば、ノーマルではいいかな。まあ本当はね、なんだろう、エンドコンテンツに近づいていけば近づいていくほど体力っていうのは多い方が、まあいいんですけれども、まあ、今ね、そこまで求められるかっていうと、ね、ノーマルダンジョンくらいのね、ランクであれば、まあ、2万5000円ぐらいあればいいかなというところですね。あと、まあ、敵が、ね、攻撃力の強い人に大体向かっていってしまいますんで、まあ、DPS がダメージを受けがちになってきますよと、まあ、いうことなんで、まあ、挑発の、ね、ついているスキルで、まあ、敵を、ね、まあ、あらかた、まあ、触ってやって、まあ、自分に注視を向けると、
いうのをね、まあまずはそれをやってください。本当はね、ベテランとかになってくると、まあ、敵をね、ひとまとめにすると、自分の周りにひとまとめにするようなスキルもちょっと必要になってくるんですけども、まあまだそこまで、まあ、今はいいと思うんで、まあ、ノーマルダンジョンは、とりあえず、まあ、仲間を死なせないようなね、まあ、立ち回り、合わせて、まあ、自分がね、あんまりダメージを受けないような立ち回り、まあ、だから、縦でのガードをうまく使っていったりとかね、範囲攻撃をあんまりね、受けないと。これでもね、範囲攻撃を避けるっていうことは、敵と距離を置いたりする場面が出てくるわけです。そうなると、まあ、敵がうろちょろしがち。そうなるとですね、まあ、DPS だったり、ね、DPS がうまく DPS 出せないとか、あとヒーラーがね、そこの、前にボスがいた場所に、まあ、ヒールを撒いている。まあ、そこから移動してしまうためにタンクへ十分にヒーリングがいかないとかね、まあ、それに合わせて移動してきた DPS が、まあね、うまく回復もらえないとかもありますんで、まあ、基本的に範囲攻撃もガードしてその場にとどまる、うん、まあ、だからさ、範囲攻撃に、まあ、なんだろう、準備していくと、うん、まあ、ガードして、まあ、ガードして受けた時に自分で自己回復入れるとかね、うん、そうするとまあヒーラーさんへの負担も減りますし、っていうことも考えながらね、あんまりだから、ボス、ね、中ボスを、ね、中ボス、ラスボスを、まあ、あんまりうろちょろさせないような立ち回りって、これ多分タンクでは、まあ、大事になってくるのかなと思うんで、うん、そのあたりちょっと注意してやってみてください。治癒士、治癒士であればもうね、楽ですね。うん、まあ、タンクさんを中心に、マスヒーリングをかけていれば、基本的にはノーマルダンジョンぐらいであれば問題なく立ち回れるんじゃないかなと思います。まあ、それを基本に自分なりにね、なんだろう、もっとこうしたら回復がね、簡単だとか、十分にもっとたくさん回復してやれるとか、うん、いうのをこう考えながら、まあ、ベテランダンジョンに向けて自分なりにちょっと、まあ、考えを深めていくというか、うん、であと再生をDPS に巻いておけば、ある程度、DPS がちょっと離れても、うん、まあ、じわじわ回復してくれますんでね、うん、まあ、ちょっと手を離して目を離してられるかなという感じなんで、このマスヒーリングと再生というこの2つの、回復杖のスキル、これを必ず持って、まあ、ダンジョンに挑んでいただければ、まあ、そうそう、うん、なんだろう、しんどい場面に遭うことはないかなと思います。あとはやっぱり体力ね。ヒーラーが死んでしまうと、まあね、パーティーグループの、まあ、回復能力が、まあ、著しく落ちるんですから、ね、死なないっていうのがすごい大事なんですよ、ヒーラーも。タンク、まあ、どのロールであっても死なないっていうのはすごい大事なことなんで、うん、死なないための準備をしていく。ね、体力を、ね、十分に上げておく。食事とかでね、うん、食事だったりね、防具につける不自由だったりね。まあ、2万超えてれば、そうそう死なないかな、というところですね。さて、DPS。DPS、さっき、まあ、見せたと、ね、ちょうどいい場面あったと思うんですけども、仲間がね、バタバタと死んでいくと。仲間がバタバタ死んでいったときに、まあ、助けてあげられるように、自分を回復できる手段ね。まあ、欲を言えば、仲間も回復、合わせて回復できるスキルの方が、ああいう局面では良かったかもしれないですね。で、まあ、倒れたらもうすぐ DPS が起こしてやる。タンクヒーラーは別の仕事がありますんで。DPS っていうのは、まあ、ね、基本的にはボスを削るっていう仕事。ボスというかね、まあ、敵を削るっていう仕事ですから。ちょっと間が空いても、グループがね、グループの HP がどんどん沈み込んでいくってことないんですよ。なので、まあ、死んだ仲間は、基本的には DPS が起こしてやるのが一番安定するっていうのがあるんで。まあ、そのあたり、なんだろう、ボスをね、削らないとね、結局辛いままだというのも分かるんですけれども、倒れた仲間は必ず DPS が起こしてあげてください。そうすればヒーラーがね、起こしている仲間を回復もできますし、ね、起きてすぐの仲間も回復できる準備もできますんで、あとタンクがボスをね、相手取れればね、起こしている仲間にダメージがいくこともない、ヒーラーにダメージがいくこともないでしょうから。うん。なので、まあ、タンクとヒーラーさんに、ああいうピンチの場面で仕事をさせてあげたい。うん、
なので DPS がね、あの蘇生を買って出るんだよというところですかね、うん、あとやっぱりギミックの処理、これもダメージがやるべきですね。そのために2人いるんだと思ってますから私は、うん、さっきのあのピンチだった局面はあのボスがね、あのターゲットから何かを吸い始めたら両サイドのデイドラの祭壇で何かアクションを両方で起こすとあれが解かれると、あれが解かれないままずっと座り続けるとあの確定死なんで、うん、必ず死ぬ技なんですあれ、うん、なのであれをああいうギミックのまあなんだろうギミックをしていくってことも大事ですけども、うん、ああいうことに処理していくのも DPS の仕事なんで、意外と暴れてるだけじゃないですということですかね。ちょっとまあ、あの、分かりづらいところはあったかもしれないですけども、まあ、伝えるべきことは伝えられたかなというところじゃないでしょうか。というわけで、じゃあ、うん、こんなところですね。ちょっと、踊りながらまた終わりましょうか。まあ、このキャラクター、あの、アラダ・ザ・ダンシング・ブレードという名前なんだよね。あの、剣の前のアラダという、二つ名を持ってますから、あの、戦ってないときは盗賊なんですけど、盗賊というかシーフなんですけども、その身を隠すために踊り子をやってるみたいな、キャラ設定なんで、ちょっと踊らせて終わりたいと思います。どれだ、これだ。というわけで、いかがでしたでしょうか。ダンジョンへ向けた準備、これで、うん、何の迷いもなくグループダンジョン、まあ最初はねやっぱりノーマルダンジョン皆さん行っていただきたいんで、ノーマルランダムダンジョン行ってください。経験値美味しい、報酬も美味しいんで、まあ、レベリングなんかをやってる人も特にね、この辺りをまあ毎日やっていくとなかなかいい経験値もらえるんで、その辺りちょっと毎回やってみていただければなと、うん、思ってこの動画を作りましたので、うん、この情報をもとに、どんどんね、グループダンジョンに、足を運んで、このゲームを、楽しんでいただければなと思っております。というわけで、じゃあ今日はここまでにいたしましょう。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方お願いいたします。お疲れ様でした。ごきげんさら。お疲れ様です。